高知市議会9月定例会が今日開会し、高知市は住宅の耐震化を推進するための事業費を含む6億9200万円の補正予算案を提出しました。高知市議会9月定例会に提出されたのは6億9200万円の補正予算案です。予算案には、 能登半島地震の発生や南海トラフ地震臨時情報の発表により市民から耐震化に関する申請が増えたことから住宅耐震化推進事業費4億6400万円余りが盛り込まれていますこのほか7月に長浜小学校の男子児童が中学校のプールを借りて行われた授業で死亡した事故について熊田市長は状況として 一回目の検証委員会が開かれ委員が直接プールで調査検証を実施したことを説明しました今後の検証委員会につきましても調査検証が円滑に進むように教育委員会をはじめ関係部署が連携して全力で取り組んでまいりますまた今回のような痛ましい事故を二度と起こすことがないよう検証委員会での検証結果や 提出された議案は条例の改正案などを含めて合わせて16件で高知市議会9月定例会は今月30日まで開かれ12日から個人質問が始まります。